第六課、聞く練習。Listening comprehension.A。朝ごはんは7時半からです。7時半にここに来てください。えっ、ー、と、お昼ごはんはありません。すみません。部屋でタバコを吸ってはいけませんかすみません。タバコは ロビーで吸ってください。朝、お風呂に入ってもいいですかすみません。朝はシャワーを使ってください。それから、ロビーの隣にコインランドリーがあります。使ってください。B 朝、私の部屋に入って、 窓を開けてください。冷蔵庫にミルクがあります。飲んでください。冷蔵庫の中の食べ物も食べてください。メアリーさんの本が机の上にあります。メアリーさんに返してください。それから土曜日にパーティーをしますから。 ロバートさんに電話をかけて、カメラを借りてください。金曜日にパーティーの買い物をしてください。じゃあ、お願いします。C。みちこさん、ピクニックに行きませんかいいですね。いつですか 今週の土曜日はどうですかああ、土曜日はアルバイトがありますから、ちょっと。でも、日曜日はいいですよ。スーさんは私も土曜日はちょっと。友達が来ますから。ロバートさんはどうですか土曜日はいいですよ。でも、日曜日はうちで勉強します。 月曜日にテストがありますから。じゃあ、来週行きましょうか。そうですね。